男女共同参画社会づくりについてです。この推進に向けた取り組みです。男女共同参画の社会を作っていこうということで、男女生き生き制度を活用しまして、女性の能力活用、それから仕事と家庭の両立支援を行う事業者の取り組みを応援するということで、働きやすい職場の整備を推進を今しているところです。この男女生き生き制度というのは、働く場における男女共同参画に積極的に取り組んでいる事業者を応援する制度です。まずステップ3つありまして、ステップ1として女性活躍促進に積極的に取り組む事業者をの登録を広く受け付けています。そしてその登録を受け付けた中でもですね、さらに積極的な取り組みを進めている事業者については認証、ステップ2として男女生き生きプラス事業者として認証いたします。そしてその中でもさらに顕著な実績がある事業者についてはですね、また他の事業者の模範となる事業者については事業者の表彰を行っています。この3段階になっています。今年度から事業者の取り組みをさらに促進していくために、大賞優秀賞に加えまして特別賞およびキラリ大賞を新設をいたしました。特別賞というのは各評価項目のうちで他の事業者に比較して特に顕著な取り組み、独自な取り組みを実施していると認められた場合に選出をいたします。キラリ大賞については過去に大賞は優秀賞を受賞した事業者を対象にして受賞時の取り組み以上の取り組みを実施していると認められた場合にさらにこのキラリ大賞というものをお送りさせていただきます。詳細についてはこの府のホームページでこの制度を確認してもらえたらと思います。次お願いします。そしてその事業者の表彰についてです。1月19日にですね、この大阪府庁において男女生き生き事業者の表彰式を行います。そしてこの受賞の事業者についてですけれども、この受賞事例を紹介することで府内の事業者の女性活躍に係る取り組みを広げていこうと、推進を図っていこうというものです。受賞事業者ですけど、対象としまして社会福祉法人のぞみ池田市にありますが、こちらを対象の受賞者とさせていただきます。どういうことをしているのかということなんですけれども、ここは福祉施設でありますけれども、学校の放課後とか長期休暇中に子連れの出勤を認めて安心してフルタイムで勤務ができる制度を導入をしておられます。高齢者施設を運営されておられるんですけれども、そこで働く方、お子さん連れの方も当然いらっしゃいますけれども、そのお子さんもですね、お子さん連れで、その事業所に仕事に行けるような仕組みを作っているということです。そしてそのお子さん自身もその高齢者施設の中でその高齢者の皆さんとも触れ合いながらですね、このまた自分の親と一緒にですね、親の仕事場面のところと一緒に過ごすことができるということで、安心してフルタイム勤務ができるようにということ要請制度を導入されておられます。そして加えて新卒の採用者の研修内容の見直し等を行いまして、定着率が非常に改善をされました。令和2年度 25% ですけれども、令和4年度については 100% となっています。こういった実績、高い実績がある他の模範になるということから、今般対象をお送りするということになりました。次、優秀賞としまして株式会社 ISF ネット、株式会社 OGS 総研、株式会社 i エンター、株式会社ヒッツカンパニー、この4社を優秀賞として表彰いたします。それぞれですね、男性の育休の取得率の増加であったり、柔軟な働き方であったり、あるいはキャリアパスを明確にして女性の役職者が増加したり、この子育て中の社員の状況に応じて柔軟な勤務環境を整備する等々、特筆すべきこの男女共同参画の働きやすい職場を作られたということで優秀賞をお送りさせていただきます。そして新設する特別賞についてはパナソニックホームズが対象となりました。ここは昇格制度の運用で女性の人数枠というのを設けて、令和5年度には女性の昇格率が男性を上回ったという企業であります。女性の活躍促進ということで特別賞をお送りさせていただきます。そしてですね、3月1日金曜日14時からはこの同センターにおいて受賞事業者による事例の発表を行います。またパネルディスカッションを行います。
ここで具体的にどんなことをされているのかということは発信をいたしますので、ぜひ多くの皆さんにご参加をいただけたらと思います。大阪においては男性も女性も生き生きと働くことができる職場づくりを目指す事業者を応援をしています。これは働くモチベーションにもつながりますし、まさに企業にとっての社会的な価値としても非常に重要なことだということだと思っています。男女生き生き元気宣言の登録をぜひお願いをしたいと思います。私からは以上です。それでは不正公務に関する質問をお受けいたします。